皆さんおはようございます。つっちーです。今日も朝からよろしくお願いします。ではメール読んでいきましょう。私はお酒が大好きで毎晩必ず飲んでいます。お酒の締めにぴったりで身に優しいお茶漬けの作り方を教えてください。では今回はお酒の締めにぴったりな酒茶漬けを作っていきたいと思います。今日作りたくなる簡単レシピを紹介、モコズキッチン。では食材の紹介です。まず鮭、三つ葉、ごま、だしに使うみりん、醤油、オリーブオイル。熱したフライパンにオリーブオイルを入れ、鮭の切り身を焼いていきます。では鮭を焼いている間にだしを作っていきます。まずみりん、醤油、そしてオリーブオイル。だしは火にかけ温めます。鮭が両面焼き上がったら一度取り出します。そして少しほぐしていきます。ここで炊きたてのご飯を持ってきて、鮭、そして三つ葉、さらにごまを散らせます。だしが温まったのでかけていきます。最後に隠し味にオリーブオイル。こちらで完成です。ついにズッチー流酒茶漬けが完成。そのお味は、飲んだ後にぴったりな酒茶漬け、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。 LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。